全路線赤字となるのは10期連続です。昨年度の赤字は、前の年と比べると60億円ほど改善し598億円でした。特に改善した路線は千歳線をはじめとする札幌県で、背景にはボールパーク開業により利用者が増えたことがあります。JR が単独で維持困難な八千区では、富良野線や専門線の観光利用が増えた一方で、 新型車両の導入などどで9億円ほど赤字が拡大しましまた。新型コロナの5類移行から1年以上がたち JR 北海道は観光する環境が整ってきたので地域や旅行会社などと連携して北海道を楽しんでもらう仕掛け作りに注力したいとしています。